東京ヴェルディ、サンフレッチェ広島、アビスパ福岡にサガン鳥栖、ロアッソ熊本、そしてヴィファーレン長崎。今シーズンヴィファーレンの呼びかけで実施された J クラブ連携平和活動で集まった寄せ書きフラッグと、長崎原爆の日にちなんだ背番号89のユニフォームが寄贈されました。被爆地ではないクラブがこういう活動にも関わっていただけたということは大きな一歩だというふうに思っています。ヴィファーレン長崎は2015年からサポーターと千羽鶴を作り、加入1年目の選手の手で原爆資料館に寄贈してきました。3年前からは高校生平和大使とともに平和の発信に取り組んでおり、その活動を広げていくため県外クラブとの連携を発案。各クラブ、地元で活動する高校生平和大使と試合会場で核兵器廃絶の署名活動にも取り組みました。自分よりも年下の子たちがこう考えてるっていうのは、こう、自分もやっぱり改めてこう考え直さないといけないなっていうのを感じました。現に長崎に来てみて、高校生がいろいろな活動をしている中で、スポーツ選手としての平和の表現っていうのをしていかなくちゃいけないなっていう。長崎が決まる前にもともとドイツに行こうと思ってて、行き先決まってたんですけど、ウクライナよりのドイツで行けなくなっちゃったんで、現実に身に染めたんで、もう本当なくなればと思ってます。スポーツが楽しめる平和な世界をみんなの力で。寄贈品は今月14日まで原爆資料館に展示されます。